日向坂46加藤志穂、美スタイル際立つシャツ×メガネコーデに、スタイルエグ、国宝級に美しすぎる、の声。12月5日、日向坂46加藤志穂がインスタグラムを更新した。加藤は、自身のインスタグラムアカウントにて、ミートグリートの日のシャープ加藤志穂、ずっと画面を見ている一日なので、ブルーライトカットメガネをつけてやってみました。シャツ好きです。レザーも好きです。今日もクミキャプが撮ってくれました。とコメント。バル、同時に、グループのキャプテンである佐々木クミが撮影したという、黒縁のメガネをかけ、ブルーのシャツに黒のレザースカートを合わせたコーディネート写真や、マストアップショットなどを公開した。この投稿に、ネットでは、国宝級に美しすぎる、本当に綺麗、スタイルエグ、ゾストライク、ビジュアルの強さがやばい、メガネ志穂さん最高です、といった絶賛の声が上がっていた。バル、なお、加藤や佐々木が所属する日向坂46は、12月17、18日に有明アリーナにて、ひなくり2022を開催予定のほか、大晦日には、第73回 NHK 紅白歌合戦に出場することも発表されている。